ここがウェルグローブ。西大陸一の大貴族アルロンドのいる町か。さーて、気合い入れて突っ込むとすっか。大貴族のアルロンドさんとやらによ。大陸一の商人街って聞いてたな。なんか思ってたより人通りは少ねえんだな。まあアルロンドを探しがたら町の様子も覗いてみるか。どうです、この純銀の彫像。なんとあのオアーズラッシュさん、鑑定書付きの本物です。へえ、いいものなんですね。おいくらですか？一体50万リーフですが、お安くしときますよ。やめときな、純銀なんてデタラメだ。なんですと？何を根拠に。本物の銀はデリケートでな、日に当てると黒ずんじまうんだ。黒ずみもせず輝いてもね、その辺のクズ鉄だろ。何者だ。旅の商人パルテティオ。オアーズラッシュは俺の故郷だ。うちで取れた本物の銀だ、覚えとけ。チックショー。助かりました。素晴らしい知識をお持ちで。まあな、商人にとっちゃ知識は命だからよ。あなたは本物の商人だし、ぜひ一杯おごらせてください。蒸留酒なんてどうですか？この町の名産なんですよ。お、いいね、一丁やるか。そういや、あんたなんか探してたのか。いえ、特には。ですが、強いて言えば宝探しですかね。たまに露店を覗いてるんです。見る目はないですが。いいと思うぜ。見る目ってのは養われていくもんだろう。僕はこの町長いんです。昔は人と物であふれていて賑やかな町だったんですよ。時代の流れってやつか。飲まれるのは酒だけにしときたいものです。パルテティオさんはなぜこの町に。ちと探しに来たんだ、アルロンドって人をね。なんとアルロンド。彼は西大陸一の富豪です。シルクでケツを拭くらしいですよ。シルクで。銀をいくら掘っても足りねえぞ。
拭いた後のやつでいいから買い取りてえな。ね、要するに彼は住む世界が違うってことです。価値を認めない人間には会う時間も惜しむそうです。さすがはシルクだぜ。なんとかつてがねえもんかな。僕が知ってますよ。でもアルロンドの目はフォアグラのように肥えてます。目立った商売の実績でもあれば認めてもらえるかも。商売の実績か。てなわけよ。なんと、あのトロップホップ造船所の船を。あそこの先代棟梁は伝説になるほどの名将でした。手がけた船は美しさもさることながら船足も素晴らしいと聞きます。多くの豪商がその船を求めました。だが棟梁はいくら大金を積まれようと認めた者にしか船を作らなかった。その造船所との商談を取り付けるとは。やはりあなたは本物の商人のようだ。アルロンドもきっと気に入りますよ。へへ、ありがとさん。僕が取り継ぎますから、後で彼の屋敷に来てください。屋敷は町の北側、坂を登ったところにあります。さて、客が食いつくといいが。ま、アルロンドの屋敷に行ってみるか。の符号か。だてじゃねえな。あのアンちゃん、アルロンドとどういう関係なんだ。パルテティオ様ですね。お話は伺っています。アルロンド様の書斎へご案内します。あ、ありがとさん。
さあ、こちらでございます。ん？あんちゃんじゃねえか。こんなとこでどうした？迷子になっちまったのか？迷子、ね。やはりあなたは面白い。アルロンドのメガネにかなっただけのことはある。ようこそパルテティオ。私が大貴族アルロンドだ。あんたがアルロンド？どういうこと？悪く思うなパルテティオ。わけあって庶民に扮していたのだ。私は西大陸一の金持ちだ。この姿だと皆いい顔をする。ありふれたものへの態度にこそ人間の本性が見えるというものだ。なるほどな。悪趣味だと申しているのですが、まったく困ったものです。許せ、医者。君は凡客の商人とは違うようだ。それゆえにここにいる。さて、私に用があるというなら、大なり小なり金の話だ。パルテティオ、君もそうだろう。まあ話してみたまえ。その通りだ。じゃあ遠慮なく。俺は蒸気機関を買いたい。そのために金がいる。蒸気機関とは、これまたハイカラな。時代を担う動力として私も注目していたところだ。ああ、すげえ力を秘めてる。世界中を豊かにするほどのな。だが、今は権利が独占されちまってて、人のために使うことができねえ。俺は商人だが、金より大切なものがあると信じてる。人の幸せだ。そのために商売をしたいんだ。だから俺は蒸気機関の権利をまるっと買い取ることにした。なかなか興味深い。して、気になる値段は？800億リーフだ。800億？安い買い物ではないらしい。が、一向の余地はある。アルロンド様、蒸気機関があればもっといろんな仕事が生まれる。金を稼ぐ手立てがねえ奴ら、そんな奴らを蒸気機関の力で食っていけるようにしたい。で、世界中のみんなにいい暮らしをしてほしいんだ。なあ、アルロンドさん、その未来に投資してくれねえか。パルテティオ、君は面白いな。だが、私の財布の紐は固い。君をしっかり品定めさせてもらう。へえ、なんなら脱ごうか。
あんたみたいによ。いや、結構だ。どうせ脱がせるなら。ウェルグローブだ。ここを一皮剥いてほしいのだ。かつて町は活気に満ちていた。だが景気は移り変わり、不況が訪れた。それにとどめを刺したのが私の父だった。何をしたってんだ。町に金をばらまいたのさ、活気を取り戻そうと。だが金を得た町人たちはどうしたと思うね。ある者は働かなくなり、またある者はよそへ移住し、町は悪くなるばかりだったのだ。金とは実に無力だ。その腕で町をよみがえらせてみろ、パルテティオ。それができたなら君の未来に投資しよう。ただし、その過程で私は一リーフも支援しない。上等だ。やってやるぜ。俺が誠心誠意この町を立て直してやる。うん、期待しているぞ。おっしゃ、早速商人街を見てくんぜ。銃弾だよ。大安売り大特価。おいおい、居眠りしそうじゃねえか。おう、あんちゃん、ちょっと貸してみな。いい品質じゃねえか。俺がもっと高く売ってやんよ。さあ、そこのご婦人、ご注目だ。この絨毯、ただの絨毯と思ったら大間違い。この文様、見覚えがないかい？あのティンバーレイン王国の模様だ。こいつはまたとない一級品だぜ。なんだなんだ。
それが今ならこの値段。この木を逃したら大損だぜ。一つちょうだい。私にも頼む。毎度あり。どうよ、元の値段の倍で売れたぜ。あんたすげえな。商人を司る神様、新商伯ビゲルガン様みてえだ。しおれた顔してたら売れるもんも売れねえよ。てめえの商品に自信を持ちゃお客にも響くってもんだ。おお、なんかやる気が出てきた。なるほどな。客が来ねえのは商人の熱が足りねえからだ。だが小さな種火も集まりゃでけえ焚き火になる。だったら町中の店を一つに集めて商売するってのはどうだ。辞めちまった店の後パパッと改装して。うん、いける。いけそうじゃねえか。とするとだ、ちょうどいい場所は、ん、あれは、邪魔するぜって空き家か。ほほー、おあつらえ向きじゃねえの。よっしゃ、ここを改装すりゃいけそうだ。もう一度ここを客でいっぱいにしてやんぜ。そうと決まれば、早速商人を集めてこねえとな。兄貴、ここはどうしやす？入り口が狭えな。よし、この壁は取っ払おう。
その方がお客さんが入ってきやすいからな。はい、兄貴。さまざまな商人たちを一箇所に集めるとは興味深い新しい商売の形だな。その名もアルロンド百貨店だ。百貨が揃う店か。なかなかいいセンスだ。だろ、アルロンドさんよ。よしてくれ、アルロンドでいい。聞きました、聞きましたよ、パルテティオさん。おお、どっから湧いた新聞や。特ダネあるところに記者あり。寂れた商店街にまさかの希望の炎。旅の商人パルテティオの新事業とは。この素敵なお店をぜひ宣伝させてください。え、いいのか。私には兄がいるんですけど、よくこう言ってたんですよ。世界にはさまざまな理由で苦しむ人がいるって。私は彼らが幸せになれるようなお手伝いがしたい。そのために記者をやってるんです。あなたと似てますね、パルテティオさん。オリ、あんたいいやつだな。ほら、こいつ持ってけ。開店前の大サービスだ。なんと、いい記事書かなきゃ。みんな、ありがとうさん。おかげで立派な店に仕上がった。さあ、あとは。兄貴、肝心の棚が寂しいですね。その百貨ってのはどう仕入れるんです。心配いらねえ、俺が集めてきてやんよ。その間ここはお前らに任せたぜ。おう。きっといい店になるぜ。誰かに見られてたような。まあいいか。さあ、仕入れだ仕入れだ。百貨店の商品にふさわしいもの、俺が過去に訪れた町に何かあったはずだ。さ
さて、まず向かうべきはあそこだ。来たぜ、トロップホップ。ここでの仕入れはどうすっかな。この町のコーヒーは別格ね。ああ、王様に献上できるほどの上等品さ。コーヒー豆か。芳醇な香りにきっと客も惹かれるはずだ。よっしゃ、第一の目玉商品はコーヒー豆だ。いい買い物ができたぜ。ありがとうさん。次に向かうべきはクロックバンクだな。フロイドの顔も拝めるし、ちょうどいいぜ。おや、パルテティオさん。調子はどうだ。おかげさまで元気にやってますよ。そりゃよかったぜ。なあ、一つ聞いてもいいか。もちろんです。僕でよければ何でも聞いてください。この町の特産を探してるんだが、なんかないかな。なるほど。でしたら懐中時計はいかがでしょうか。懐中時計、そんなもん作ってたのか。ええ、時計塔があるようにこの町は時計に馴染み深いんです。いけるぜ、フロイド。第二の目玉商品は懐中時計に決まりだ。最後の借り付けに行くとするか。始まりの街、オアーズラッシュだ。おお、パルテティオじゃねえか。たく、手紙もよこさねえで。それで一体何の用だ。今日は商人として親父に話があんだ。ほう、面白い話だろうな。世界中の百貨が揃う商店、その名もアルロンド百貨店。そこにこの町のとびっきりを置かせてくれ。とびっきりの銀細工を売ってやる。
ありがとよ、親父。よし、商品はこんなもんで十分だな。百貨店に戻るとするか。盛り上がってきたな。ぼちぼちアルロンドに報告しに行くか。へへ、きっとたまげるぜ。見つけたぞ、パルテティオ。おい、なんだこれ。霧？なんでこんなとこに霧が。おいおい、アルロンドン地が真っ白じゃねえか。何が起こってんだ。家ん中も霧だらけかよ。しかしこの霧、なんか普通じゃねえ。すっげえ蒸すぜ。パルテティオ様。執事さん、おい大丈夫かよ。霧の中から妙な機械を持った男が襲いかかってきて。なんだと？そいつはどこに行った？アルロンド様のお部屋に。この私がついていながら面目ありません。パルテティオ様、どうか。任せとけ、執事さんよ。俺が何とかする。待ってろ、アルロンド。今行くぞ。アルロンド。来るな、パルテティオ。霧の中に何かいるぞ。マジかよ。ここは危険だ。私はいい。君は逃げなさい。悪いがそうもいかなくてな。敵がこの中に。何がいるってんだ。しかし、蒸すな。この霧、どっかで似たような。そうか、こいつは蒸気だ。だが、なぜこんなとこに。霧ん中からこそこそ来やがるか。どちら様か知らんが、礼儀がなっちゃねえな。上等だ。相手が霧だろうが関係ねえ。この喧嘩勝ったぜ。かかってきな。
かカタカタすんな。私はロック様に首を宣告されたのだぞ。え、そうなの。許さん、パルテティオ。貴様を倒し、アルロンドとの取引を破談にしてやる。そうすればロック様は私をまた認めてくださるはず。わかんねえが、売ったのはそっちだからな。喧嘩は手加減できねえぞ。こちらの番だ。どうしようかしら。やっ、およ行くぜ。ここからだ。よっ、いいぞ、ヒカリン。どりゃー。
傷を癒したまつ。ありがとうさん、キャスティ。よっしゃ。仕事だぜ。いいもんは分け合わねえとな。ここまでか。やれやれ、あんた何も反省してねえな。クビになったのは裏で汚えことしてたからだろ。だが、秘書さんよ、この木に反省するってんなら、俺があんたを雇うぜ。何？つっても今は無理かな。ろくな資金もねえ。おやっさんから蒸気機関を買った後の話だ。本気で思っているのか、800億を調達できると。さあな。だが信じてる。てめえが信じなきゃ何事もなすことはできねえ。あんたの異常な執念、才能だ。きっといい働き手になるぜ。待っててくれ、秘書さん。俺が必ず雇ってみせる。私の負けだ。まったく無茶をするやつめ。君はきっとどんな人間も雇ってしまうのだろうな。誰にだって向いてる仕事があるもんさ。ああ、そういや、百貨店の報告に来たんだった。ほう、心待ちにしていたぞ。景気はどうだね。驚くなよ。さあ、ご注目、この懐中時計を見てってよ。開店記念の大サービス、もう一つおまけしちゃうよ。こっちにもちょうだい。俺にも俺にも。えい、赤字覚悟だ。持ってけ、こんちくしょう。この活気はまさしくかつてのウェルグローブだ。一体どんな魔法を使ったのかね、バルテテオ。第一に、いいものを安く売るってやつだな。仕入れを一元化し、大量の品をまとめて運べるようにしたのさ。そうすっと輸送のコストが下がるから、商品もより安くできるってわけよ。
次に百貨店だ。何でも同じ場所で買えたら便利だろ。ついでに他の店の品も買ったりしてな。つまりお客がたくさん集まるよう設計されてんだ。盛り上がって当然。こいつらが活気の元になってるのさ。あとは熱意かな。この黒剣を父に乗せたかったよ。ありがとう、パルテティオ。君の価値を認める。約束通り800億リーフを渡そう。なんだこりゃ。小切手だ。いつでも金を渡すという証さ。なんせ800億だ。渡しても持っては帰れないだろう。おお、確かにそうだな。おや、不満ならシルクでもつけようか。いや、いい。アルロンドが言うなら信じるぜ。そうだ、こっちも必ず返すって誓約書を。必要ない。手付金なら王をもらっている。それは俺が渡した一リーフ銀貨じゃねえか。いかにも。これこそ何者にも代えがたい約束の証だ。アルロンド。よし、こいつで蒸気機関を買い取ってくるぜ。ところで、君は本当にロックと契約を交わしたのか。彼ほどの商売人は蒸気機関を手放すとは思えんが。ロックを信用するな、アルテディオ。何を考えているか、相手の身になりよく考えるのだ。わかったぜ。ありがとうさん、アルロンド。パルテティオさーん。うわっ、檻じゃねえか。どこから現れやがった。特ダネですよ。ロック氏が声明を出したんです。蒸気機関についての重大な発表があると。このタイミングで。俺がもたついてる間にしびれ切らしちまったのか。とりあえず行ってみるしかねえか。ってことはまさかお金を調達できたんですか。まあよ。特ダネがここにも。兄様にも伝えなきゃ。信じてましたよ、パルテティオさん。あ、ちょっとお待ちを。発表がある場所はロック島ということです。私有地でして定期便もなく、自前の船でもないといけません。船ならあるぜ。テリーから買ったとびっきりのやつがな。